レムトーナメント今日も面白かったっすね。岡田さん惜しかったね。めちゃくちゃ勝ちそうだったんだけどな、うん、あと一歩が上がれなかったね。ということで組み合わせも決まりました。うん、組み合わせは渋川ナンバ、白鳥翔、坂本正史、そして今日ね劇的な通過をした本田さんということでね、いやー楽しみですね。はい、楽しみ。どんな戦いになるのやら。やるぜやるぜ。まあでもね、しばらく先なんでね、しっかり自分のね特訓しましょう。ジョコロさん、本田さんはマジでエンターテイナーだったな。やっぱあれでねしっかり勝つあたりがねいいよね。あれで負けたらなんか笑い話にならないからね。なんかあれで勝ってこそねみたいなとこあるじゃん、うん、あれはでもすごい盛り上がったな本当にね、うん、あの1戦目からのあの2戦目誰が想像したかっていうね。はい、毎晩夢でデートしてるガニツさん、ナイスパレードボース。いやーデイさんに出ましたね。渋川さん決勝タコの癖の強いメンツになりましたね。頑張ってください。ありがとうございます。ナイスパレードボース。癖の強い名前の人に応援された。ナイスパレードボース。でもね、うん、まあ勝ちますよ勝ちますよ。渋は2戦勝負ね、うん、トップを取るぜ。ナイスパレードでバース。悪魔中毒さん、麻雀始めて1ヶ月です。将棋では詰め将棋を回答を覚える感じでスピード重視でやるのがいいと言われていますが、麻雀なりきりものなどは回答を覚える感じでやるのがいいのでしょうか。それとも解説理論をしっかり理解していくようにじっくりなるのがいいでしょうか。おすすめの勉強を教えてください。ナイスパレードでバース。はい、これはね理論を学ぶのがいいですね。麻雀ってね実は同じ局面ほとんど出てこないんですけど、ちょっと似たような局面がいっぱい出てくるんですよ。だからこれはね理論を知っておくのがいいです。はい、理論を知っていれば応用が効くんで、暗記よりは理論がおすすめです。クフ、麻雀プロっぽいアドバイスしちゃったな。理論がおすすめ。渋川ナンバ、ねるちゃん退院おめでとう。本当に退院おめでとう。めでたい。明日はなんと新駅リーグでございます。やるぜ、みんな勝つぜ。応援してくれよな。チームグラディウス復活じゃーい。ということでねやっていくんですが、あ、うじすけさん今日誕生日なのでおめでとうございます。チームグラディウス応援してます。ありがとうございます。ナイスパレードボース。誕生日おめでとう。歌いましょう。チェ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 、ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう。おめでとう。これ以上歌うとね視聴者が減っちゃうんでこれが限界でしたけど、おめでとう。ハッピーバースデーの歌で一番いい歌は間違いなくこれだから。うん、あ、ハマルチさん、もうすぐ誕生日が終わってしまうので涙サプライリクエストしてもいいですか。ナイマルされます。ハッピーハッピーバースデー。いや、これさっきと一緒だな。チーチーテンパイ取る。ちょっと待って、これ今佳境。チーテンパイ取る。神のコップで乾杯しよう、今日の主役は君なんだ。おめでとう、ハウルさん、おめでとうございます。チャンネル登録、高評価ができればメンバーシップ登録、皆様よろしくお願いします。